is fighting out of the blue corner, wearing green trunks. Fighting out of La Ciudad de México, Mexico City, Mexico. His weight, 117.5 pounds. His record includes 33 wins, 18 wins by way of knockout. Please welcome the WBC interim bantamweight champion, Lacandon Rabat. インテリム、すなわち暫定バンタム級チャンピオン、ビクトル・ラカンドン・ラバナレスが紹介されました。メキシコです。His weight was a trim and ready 117.25 pounds. His fine record is at 7 wins, no losses, 1 draw, with 6 wins by way of knockout. Introducing the defending WBC bantamweight champion of the world, the undefeated Joichiro Tatsuyoshi. 無敗の若き WBC 世界バンタム級チャンピオン、辰吉丈一郎、大阪帝拳ジムです。リチャード・スティールレフェリー、この試合が今年9試合目になります。先日行われましたチャベス・カマチョ戦のレフェリーも務めております。ビクトル・ラバナレス、小刻みに体を動かし続けておりました。さあ、まもなくゴングです。右赤コーナーのチャンピオン、左青コーナーのラバナレス、この自信に満ちた辰吉がどういうスタートを見せるでしょうか。対するラバナレスは果たしてどんな試合展開を見せるか。第1ラウンドが今始まりました。白いトランクスが辰吉丈一郎、パールピンクの縫い取りがあります。濃いグリーンのトランクスが暫定チャンピオンのラバナレスです。比較的距離が狭い、詰まったところで両者が見合っています。左のフック、オープニングヒットです。ラバナレス積極的に攻めてまいりました。ラバナレス左を伸ばします。日本に来てからこの左のリードパンチを盛んに練習しておりました。ラバナレスベリースパインマネージャーに言わせますと、いろんなことを教えるにも何度も何度も繰り返さないとダメなところがある、ちょっと不器用な選手なんだというラバナレス。さあ、この左のロングフック、ラバナレスはスロースターターなんで今叩いておくことですね。チャンピオンとしては先制パンチを浴びせなきゃいけないと。そうですね、はい、今どんどん叩いておくことですね。しかし試合展開は逆ですね。ラバナレスが最初から出てましたね、はい、この選手前に出ると怖いですからね、はい、後ろに下がらさせることですね。左のフックです。同じように左を伸ばしました。やっぱり立役としてはあの左ですね、はい、あのジャブを止まったらいけないと思いますよ、はい、ジャブ、早いジャブ、とにかく左を伸ばしてプレッシャーをかけることが辰吉にとっては必要なんですね、そうですね、はい。今日の初防衛戦、1年ぶりの試合、辰吉丈一郎、練習では全く不安を見せませんでした辰吉でありますが、第1ラウンドはちょっとラバナレスの攻勢にやや顔面赤くなっております。最強の挑戦者と言っていいでしょう。暫定チャンピオンを迎えました。右のボディーブロー、辰吉のジムワークではこのボディーブローが盛んに見られました。ファイティング原田さん、はい、やはりあのボディーブローで相手の動きを止めるという作戦もあるようですね。それはもう一番いいことですね、はい、やっぱり上下の攻撃ですね。ミドルストレート、はい、ラバナレスも力いっぱい打ってきます。ただ打った後辰吉ちょっとガード探すが怖いですね。下がりますね、はい、今下がりましたね。あっと、また来た。ラバナレスのこの迫力です。浜田さん、はい、打たれた後が怖いんですよね。ラバナレスはね、打たれた後はガンガン打ってますからね、はい、本当にあの実戦派ですね。はい、すでに今年の3月に取りました暫定タイトルを2度防衛しております。5月と7月、ラバナレス、今日は真のチャンピオンを決定するこのタイトルマッチです。あ、この振りは怖いんですよね。辰吉のこの動きをご注目いただきましょう。これから何度も見られると思います。相手の大きなパンチをどういう風にかわすか、それがこの大きな動きです。辰吉の上体くねりました。まもなく第1ラウンド15秒を切ります。右のストレート、辰吉スピードありますよ、はい、辰吉の左、本当に第1ラウンドから目が離せません。ようやく早い第1ラウンド、辰吉の左が伸びました。第1ラウンドは10対9、浜田さんは辰吉につけました。
1970年の5月15日生まれ、まだ22歳と4ヶ月です。すでに一児のパパです。今日は何としても立派な親父としての素晴らしい試合をしたいということを長男の樹木也君に誓いました。第2ラウンドが始まります。ファイティング原田さんは第1ラウンド互角、はい、そうですね、濱田さんの1ポイント辰吉リードはどういうところでしょうか。この試合世界タイトルというのは、はい、点数に差をつけるということになっているので、できるだけ差をつける、はい、ですから日本式に言うと私は10対10なんですけど、やっぱり辰吉のクリーンヒットが勝ったということで、はい、辰吉につけました、はい、WBC ルールでは10対10から10対6と差をつけて各ラウンドを採点してまいります。3人のジャッジによる採点です。レフェリーは採点には加わりません。しかし試合の続行可能不可能を見極めるのは最終検査はレフェリーであります。今日はそのレフェリーにリチャード・スティールを迎えております。大阪城ホール、これがこの大阪城ホールで行われる6試合目の世界タイトルマッチ。第1ラウンド積極的に攻めてきたラバナレスでありますが、暫定チャンピオン、このラウンドはちょっと見ています。相手が攻めてくるのを待っているんでしょう。ラバナレス、ご覧のように辰吉が一発当てますと大きなフックがブンブンと振られます。辰吉の右が怖いですね。オールなんですけど当たるんですね、はい、浜田さん、はい、辰吉のボクシングというのはですね、はい、相手のパンチを一瞬のところでこう外してそこから切れ込んでいくというね、そうですね、そういうボクシングが特徴ですよね。素晴らしい感を持ってますよね、辰吉っていうのは。ところがこのラバナレスには何かそれが通用しない面もありそうですね。本当実践派なんで、はい、見た目は不格好なんですけど、実戦で鍛えてきた感が持ってますからね、はい、このロングフックです。ロングアッパーです。このアッパーの打ち方でも中間距離から決していい打ち方じゃないんですけど、ガード下がってるんですけど、はい、相手のパンチを避けるんですね。まともには食わないですからね、はい、ディフェンスもいいんですね。いいんですよ。ファイティング原田さん、はい、先ほど冒頭にですね、はい、ラバナレスのボクシングが非常に荒々しいというお話がありました、はい、そうですね、これに合わせていかないですね、辰吉は合わせてはいけない、はい、でインサイドからですからスピードもあるんですからね、はい、ジャブをやっぱり早く打った方がいいですね。辰吉の左、ジャブで止めてですね、はい、ジャブからワンツーアッパーワンツーフックですね、はい、しつこくでいいですよ。どん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 左は左です。右頭に当たりました。ただやっぱり打ってきますとすぐあれが来ますからね、はい、ガードは気持ちです。上げないと、ショートパーですと必ず打ち返しますね。辰吉が最も気にしていた、止まっちゃいけないんですよ。左のアッパーが効いたのか、辰吉の動きが止まった。ちょっと打てるなら打ってこいという表情なんですよね、辰吉はね、これはやるべきじゃないですね、はい、辰吉が警戒していたのは左右のアッパーです。この選手調子に乗るとだんだん力発揮しますからね、はい、調子出ない前にどんどん叩くことですね、はい、しかし当てるとですね、はい、打ち返してくるというんでね、はい、大変難しいですね、駆け引きが。本当に辰吉の今までの天性な避ける感ですよね、それは紙糸で一重で避けるとかそういうことはやらなくていいですね。ああそうですか。さあ第2ラウンドは10対10、ラバナレスに1ポイントリードをつけたのが濱田さんです。今場内に今日の入場者数が発表されました。1万5000人の大観衆であります。左側のビクトル・ラバナレス、チアパス州イダルゴ出身です。ラカンドンの一員です。1962年12月生まれ、29歳と9ヶ月になります。試合は第3ラウンドに入ります。芦田さん、はい、赤コーナーです。今セコンドから飛んでいる指示はリズム、もっと動け、そして左、はい、この3つなんですけれども、うん、吉井会長はやはり少しブランカー、まだ自分のリズムペースがつかめていないということなんですが、そうですか、やはり速い左、これをどう使っていくか、ええ、しかし相手も手強いなとこういうふうに言ってます、やはりそうですか。左を先制していきたい辰吉陣営です。芦田さん、はい、一方ねベリスタイントレーナーは試合中は一切指示を出さないで、まずまずの出足であると、そういうふうに読んでいるようですね。で左の大きなフックはあまり使わずに、はい、内側から打ち上げていけと、こういう指示を出しています、うん、ショートアッパーを打ち上げろということですか。そういうことだと思います、はい、ショートアッパーもロングアッパーも打てるんですよ ね、はい、普通打たない距離からのアッパー打つのが怖いですね。また遠くから来ます。こういったの怖いんですね、はい、ただ一発でやつやめませんもんね。やめませんね、はいはい、どん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 、はい、辰吉の右は肩口に当たっております。このアッパーです、突き上げるようなアッパーです。これを多用しろというその言いつけを守っています。
ビクトル・ラカンドン・ラバナです。今日は赤コーナーに読売テレビの一丁田アナウンサー、青コーナー暫定チャンピオンコーナーに日本テレビの船越アナウンサーを配しまして随時リポートを送ってもらいます。 WBC 世界バンタム級のタイトルマッチ、辰吉にとりましてはこれが初防衛戦です。また来ました。こういうのが怖いですね。辰吉が外した動きの後に来ますね。普段避けられるところ、避けきれないところで打つんですね、そんな感じがします。はい、ですからワンテンポ遅れてくるような感じですね。そうなんですね、本当実戦派なんですね、はい、これは自分で掴んだパンチなんですよね、はい、1年前9月19日にグレッグ・リチャードソンを破りまして日本で3人目のバンタム級のチャンピオンになった辰吉、序盤は苦戦を強いられております。ちょっと辰吉今リズムは良くないですね。良くないやはり、はい、はい、お左早い左回転が原田さん、はい、テクニックスピードという点では明らかに辰吉が上なんですよね、そうですね、はい、今日はでも自分のボクシングをちょっと忘れてるような感じでリズムを、先ほど浜田が言われましたよね、はい、あやっぱり足を使ってジャブが出ないですね、はい、はい、ボディーブロー左と右で顔面とボディを狙いました辰吉、バランスを崩した辰吉が右の目の下をちょっと気にしています。左のストレートカウンター、12月に目の異常が発見されました。左目の網膜裂孔、その手術を緊急入院して行いました。そして3月にロードワークを始めました。ジムワークは4月から、一時は73キロもあった体重を今日は 53キロに落としてきております。打たれると必ず打ち返しますね、ボディーブローです。これがしつこくなると怖いですね。これがラカンドンの迫力です。ビクトル・ラバナレス、第3ラウンド終了しました。このラウンドもラバナレスが、お、これは意見が分かれました、さあ第3ラウンドは見方が分かれました。ファイティング原田さんは辰吉10対9、そうですね、はい、ちょっとカウンターが当たったんで内側来たんですけどね、ラバネスのパンチ当たらなかったんで、はい、僕は辰吉、はいはい、浜田さんは逆ですね、そうですね、私はラバネスのしつこさを取りましたね、はい、このしつこいボクシングがどこまで続くかというのが、まあ、今日の一つの大きなポイントになりそうであります。でもなかなかこのまんまこういうふうにしつこさをやってくるとですね、後半になるとちょっと辰吉君ちょっとフリー、その長いブランクがね、どう出るか分かりませんけどね、はい、でもやっぱり自分のペースに使うとやっぱり強いですからね、はい、やっぱり足を使ってジャブを忘れたらいかんですね。さあ左を使って追い込みます。かかってるんですね、今の感じでいいんですよ、はい、今の感じで相手の打っていく雰囲気を出しておくことですね、はい、常に。おっと左また打ってきました、ラバナレス、まあ、ここまでご覧いただいてもですね、ファイティング原田さん、はい、ラバナレスは非常に打たれても強い、というところがありますね。なおさら打たれたら打ち返すって、そういうね、やっぱり鉄則を持ってますね、はい、はい、だから辰吉にしてやっぱり安心感ないと思いますよ。そうですね、そのガードは必ず打ったら顎の持ってきてないと怖いですね、はい、また右が飛んできます。浜田さん、はい、そういう意味では辰吉はですね、はい、一発で倒そうなんてことは考えちゃいけないですね。そうですね、この相手は普段倒れるパターンの、はい、他の選手だったら倒れてもこの選手立っていますからね、だからここまでのし上がってきたと思うんです ね、 そうですね、世界のこういった型破るな選手もいますからね、見た目には避け方とか打ち方はそんなかっこいいわけではないんですけど、はい、うまく避けてるんですね、パンチを辰吉のパンチをうまく殺してますよ。辰吉はこれまで8戦です。ミルストレートカウンター、辰吉ちょっとのけぞった。今日が9戦目、一方のビクトル・ラバナレスは今日が46戦目。しかもラバナレスは88年の6月から4年3ヶ月余りのうちに20戦して18勝1敗1つの引き分け、わずか1つしか負けておりません。その負けというのも、去年の5月に行われましたこの WBC のバンタム級のタイトルマッチ、グレッグ・リチャードソンに挑戦をいたしまして、自分では勝ったと思った、またマネージャーのベリスタインさんも5ポイントの差はあったという試合ではありましたが、残念ながら2対1のスプリットデシジョンで敗れております。初挑戦に失敗したラバナレス、負けはこの4年余りの間に1回しかありません。ですからそういった意味からいきますと、浜田さん、はい、辰吉とラバナレスは、まあ、ここ4年、そして辰吉の場合は3年ですけれどもね、はい、デビューしてからほとんど同じように負けない試合をやってるんですよね。そうですね、このラバナレス本当に勝つボクシング、勝ち方を分かっている選手ですからね。なるほど、負けながら一戦一戦負けながら力つけてきた選手でもあるんですよね、はい、キャリアの前半は大きく負け越しておりました。
現在まで10敗を記録しております。なかなか辰吉がクリーンヒットを当てることができません。左、残り5秒になります。第4ラウンド、渡辺バナレスのボディーブローです。さあこのラウンドは10対10、浜田さんはラバナレス。さあ赤コーナーのチャンピオン辰吉丈一郎、左側が暫定チャンピオンのビクトル・ラバナレス。試合はこれから5ラウンドを迎えます。まだクリーンヒット、決定的なポイントを奪うことができません辰吉。ラバナレスもまだ決定的なポイントまでには至っておりません。リチャード・スティールレフェリーです。試合は第5ラウンドに入ります。足田さん、はい、青コーナーラバナレス人生なんですけどね、はい、チャンスがあれば一気に行っていいと、うん、流れは今こっちの方にあると。ほうほう。で、ね、上下上下を分け上げて突き上げていけ と、うん、とたまには上も打ってみろと、そういう指示も出ていますね。なるほど、アッパーばかりではありません。ビクトル・ラバナレス、またしつこいボクシングが始まります。これまでメキシコを出て試合をしたのが7戦、今日が8戦目。しかしその7戦というのはいずれもロサンゼルス周辺でありますので、本当の意味で海を渡った海外での試合は今日が初めて。日本の気候を大変気にしていたというラバナレスでありますが、彼が住んでいる密林地帯チアパスと全くこの大阪の気候が同じなので、順調に練習を消化したというラバナレス。また右です、かぶせるような右。辰吉、動き止めちゃいけないですね、はい、日本のバンタム級では3人目のチャンピオンです辰吉丈一郎。ファイティング原田さん、はい、そして六車拓也さん、この辰吉、その中で初防衛に成功したのは今日解説をお願いしておりますファイティング原田さん一人であります。原田さんが4度の防衛に成功しております。おー、ナイスパンチ、今のいいカウント入りましたよ。さあ辰吉左、距離を詰めます辰吉、いい、押してきます山田です。左のボディーブロー、アームブロック、なかなか打たせません。あのロープに、あ、ロープに詰まらないことですね辰吉、はい、はい、さあ今度は左、横への動きスピードは辰吉の方がありますから、はい、辰吉としてはサイドにステップをすること、体を振ること、これが大切です。まっすぐ下がっては危ない。しつこいですね、しかしね、しつこいですね。これこのボクシングでみんな倒してきたんですよね、この選手は、はい、辰吉の左の目の下もちょっと赤くなりました。ラバナレスはもともと褐色の肌でありますので、あまり赤くなっても見えませんが、今日はまだカットはしておりません。右の目の下に大きな傷があります。あるいは右の目の上、眉との間にも傷があります。ラバナレス、今日はカットしていません。右のナイス、今のカウンターですね。はい。うん、おー、ナイス。さあ、打った。しかし打ち返す。ナイスアッパー。ここはこらえる。辰吉。ボディーブロー。辰吉、横に動けるんですけど、はい、打ったら必ず横に動くことですね。あっと、またボディーブローです。ボディーブロー、そうですね、怖いですね、あれは怖いですね。あれはだんだん効いてきますよ。ラバナレスもやはりね、ボディーを打って足を止めようという作戦ですね、そうですね。それからですね、たまたまですね、はい、右アッパーが左打ってですね、動くの怖いですね、はい、アッパーが来ます、ラバナレス。このラウンドは辰吉、あー、また打たれた。終盤になって打たれる。決定的なポイントをリードしたい辰吉。ローブローが注意されます。さあこのラウンド、第5ラウンドは10対9、10対10です、イーブンです。第5ラウンド、辰吉終盤の攻めをご覧いただきましょう。まとめて打ちました。しかし原田さん、はい、いつものように決定的に相手にダメージを与えるというパンチにはなってないですね。やっぱりしつこいですね、相手もね、はい、出てきますからね、出てきますからね、パンチ力が半減されますね、本当そうですね、はい、ここだけで少し痛めつけたいと思うんですけどね、なかなかやっぱり相手もやっぱりさすがの暫定チャンピオンですね、はい、さあ前半の折り返し点の第6ラウンドを迎えております。世界バンタム級のタイトルマッチ12回戦です。芦田さん、はい、赤コーナーのリングサイドにですね、はい、眼科の主治医の小崎先生がいらっしゃってるんですよ、はい、そして小崎先生、ボクシング初めての観戦なんですけどね、はい、目は大丈夫だと、はい、ただしやはり自分がやってる喉がカラカラになるとおっしゃってますね。あ、そうですか。そして視力の低下、ずいぶん言われましたけども、あれは視力検査の5メートルの距離で問題があるんであって、打ち合いの 1,2 メートルの間は全く問題がないと、はい、こういうふうに言ってくれました、はい、
一部の新聞には先ほど皆様にご覧いただきました 0.6 よりももっと悪いんではないかという情報もありましたが、今お話のように接近戦でならば心配がないということです。ボクシングで5メートルも離れたら試合はできませんからね。そうですね、やっぱり、はい、はい、あっと打たれた、左のフックです。アッパー気味のフック、ラゴナレス。こうやって前に出てくると怖いですね、この選手は。とにかく辰吉はここなら安全だというところまで下がったんだけれども、さらに伸びてくんですね。そうですね、あの普段届かない距離だと辰吉は思ってるんですよね、その距離からでもこの選手のパンチ届きますからね。やはり前へ入っていってますからね。ラゴナレスのアッパーだ。これをまともに食ってはいけない辰吉。いい、今度は辰吉が打ち返す。辰吉のしつこいボクシング、スピードがあります。スピードは辰吉の方がありますよ、はい。だから辰吉打ったらよく動くことですね。あ、ボディ打たしちゃダメですね。あ、今、ま、あの回り方いいですよ、はい。さあここは頑張りどころです、辰吉。第6ラウンド、辰吉はもうとにかく100ラウンド近いスパーリングをこなしました。もちろんその他にミット打ちがあります。いずれにいたしましても仮想ラバナレス、そういった動きを相手にしてもらって自分がボクシングを組み立てるという練習もしております。しかしやはりファイティング原田さん、はい、実際にビデオで見たりですね、そういう仮想敵とやったのと実際にグローブを合わせてからの動きって違いますね。もう全然違います。やっぱり相手もいますことですからね、非常に思った通りいけないですよ、はい。それと相手も必死ですからね、死にもろぐりでいきますからね。とにかく暫定チャンピオンのその暫定の2文字を取りたいラバナレス。あーと、このボディーブロー、ボディーブロー嫌ですね、はい。あー右、ラバナレスボディーブロー、クリンチに行ったのは辰吉。さあ辰吉が回ります。回っているうちはいいんですが、まっすぐ下がると危ない。相手が前進します。スピードでは辰吉負けないですからね、はい。スピードをもっと生かすことですよね。さあここはガードをします辰吉、ボディを守りました。第6ラウンド終了です。10対10と互角です。それでは第6ラウンド、ラバナレスの構成をご覧いただきます。ボディ顔面からボディと打ってきました。このボディです、辛くもこらえました辰吉丈一郎。ベリスタイントレーナー兼マネージャーがまだリングの外に出ません。今ようやく試合が始まりましたが、マウスピースを口に入れます。 WBC のルールではマウスピースを吐き出しますと試合を一旦止めまして、もう一回口に戻します。選手の健康管理が厳しい WBC ルールです。辰吉がこういうふうにプレッシャーをかけているうちはいいですよね。それでいいです、はい、この距離でやることですよ、はい。結構ナバナスも疲れているような感じですね。あ、そうですか、ちょっとやっぱりだからね、はい、あの辰吉君のワンツーアッパーボディ打たれたら面白いと思いますね。スピードのあるね、ワンツーアッパーボディを左アッパー、はい。マウスピースを口に出しました。芦澤さん、芦澤さん、どうしたんでしょうか。青コーナーなんですが、はい、このラウンドの始まる直前にね、何か嘔吐物を吐き出したようですね。嘔吐物、おそらく昼食に食べたものではないかという陣営の話なんですが、ちょっとチャンスですね。このボディ打ったんですよ、きつくなったんですよ、内臓が苦しい、はい、きつくなったんですよ。だからここはもうチャンスでボディ打った方がいいですね、はい。さっきのボディのダブル、なるほど、あ、はい。さあラバナレスにハンデがあります。ハンデを背負いました。試合前からよく食べてましたからね。そうでしたね、はい。ここになったら本当にボディ打った方がいいですね。今日も計量の後、ホットケーキを食べ、アイスクリームを食べ、そしてステーキをペロリと平らげましたラバナレス。まあ、そのあたりも本当にこれまでの常識にかからないところがありましたからね。そうですね、もうアイスクリームなんかは本当にあの試合の前に当日というのは悪いんですよね。うん、体を冷やしますしね、はい。特に腹に悪いですから、こういったものが今出てきたかもしれないですね、はい。そうしますとスタミナの消耗に影響してまいります。急になんかそういうところ感じてましたね。なるほどね、はいはいはい。だからもっとボディですね。あ、鈍りましたよ、鈍りました。鈍ってますよ、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 鈍ってますよ。辰吉がそれを読んで攻勢に転じることができるか。チャンピオンの辰吉、この試合に勝って初防衛を飾りますか。辰吉もちょっと見ています。ここ攻めですけどね、はい。これだ左のジャブ、これちょっと徹底的に攻めてもらいたいですね。そうですね、辰吉あのこっちはスタミナ、相当だ。あーっと、また打った、また打った、また打った、顎に来た、顎に来た、ボディに来た、ボディに来た、ラゴナレスのパンチです。
止まっちゃいけないですよ。ああ、辰吉、また顎にもらった。辰吉の動きもおかしい。緩慢です。相手ラバナルスも疲れてるんですけど、はい、辰吉もちょっと疲れましたね。あーっと、そういえばそういうとこ見せていけないんですね。グレッグ・リチャードソン戦、でもこの7ラウンドに打たれたんです。辰吉が打たれている。辰吉ピンチ、辰吉ピンチ、ラバナルスが攻勢に転じた。あーっと、辰吉動くことですね。動き、動くことですよ。動くことですよ。止めちゃいけないですね。真正面で打ち合わなくていいんですね。今動くことです。ラバナルスもスピードを鈍ってますから、動けばついてこれないはずですから、はい、赤コーナーの下ではルミ夫人、そして長男のジュキヤ君が見上げています。辰吉、これは辰吉が攻めてこないから楽なんですね。今攻めてこないともチャンピオンラバレスも大変ですよ。なるほど、今攻めてもらいたいなと思います、はい、原しつこく。しかし辰吉も動きがちょっと鈍っています。第7ラウンドです。さあ、このラウンドのポイントはラバナレス10対9とファイティング原さんが取りました。第7ラウンド、リポートにもありましたけれども、ちょっとお腹の具合が悪そうな、ラバナラスでありましたが、辰吉の動きが悪かったのに乗じまして終盤に猛攻を見せました。ビクトル・ラバナラス対しまして辰吉丈一郎、去年1年前の試合では第8ラウンドに猛攻をかけまして逆襲に転じました。さあ、その第7ラウンドのハンデをひっくり返すことができるでしょうか。試合は第8ラウンド、残りは5ラウンドです。辰吉がボディをこのように抱え込むシーンが非常に多くなりました。中盤やっぱり効いてるんですね、ボディブローが。前半での打ったボディブローこのロングフックです。やっぱり上下ですね。これでこれまでの暫定タイトルを守ってきました。ラバナレス、辰吉ピンチ、辰吉ピンチ、第8ラウンド大ピンチ。辰吉前に出ることですね。クリーンでいいです。ラバナレスの強烈な右が入りました。足元がちょっとふらついています。辰吉、体も動かないですね。辰吉、試合は第8ラウンドです。この、ね、ラバナレスも、ね、やっぱり腹を打たれるの嫌ですからね、はい、逆に辰吉君もあれを打って自分も嫌なんですが、相手も嫌なんですからね。さあ、辰吉はどうでしょうか。しっかり距離感を掴んでいられるか。ガードが下がったところに右をもらいました。辰吉ピンチ、辰吉コールが終わっています。大阪城ホール、辰吉勝負ですよ。バンタム級タイトルを守りきるか。辰吉スピードは落ちています。明らかにスピードが落ちています。辰吉、あとはもう根性の戦いしかありません。精神力ですね。そうですね、相手も苦しいんですから、はい、とにかく打たれ強いラバナレス。右をボディブロー、動きを止めたい。辰吉カウンター右、アイチ、またボディーが来た。これ全身の力をフルスポット打ってるボディーボールですけど、効きますね、はい、パンチが伸びますね。伸びますね、さあ辰吉、ここはこらえどころです。ここをなんとかしのいで次の攻撃につなげたい。辰吉ボディー効いてくると足も動かなくなるし、スタミナもきつくなるんですね。しかしボディーばかり守っていると上に来ますからね。そうなんですね、この上下のね、ラバナレスは左ヤッパーから左ですか、大きい右ヤッパーも打ちますからね。左も決して格好は良くないんですけれども、うまく打ち分けてきますラバナレス。本当に実戦派なんですね、はい、実戦で積み上げてきた、培ってきたこの迫力です。ビクトル・ラカンドン・ラバナレス、チアパス州には2人の奥さんがいます。1人はメキシコ人、混血をしたメキシコ人です。もう一人はこのラカンドン族の一人、まだ14歳だそうであります。二人の奥さんが持てるラカンドン族、一夫多妻制です。子供が4人います。ボディブロー、まともに入ってますね、はい、6歳を頭に4人の子供がいます。ラカンドンのラバナレス、ラバナレス攻める、ラバナレス攻める、ピンチだ、大ピンチだ。あっと、分けた分けた分けたところでゴングです。ダウンではありません。ヒヤッとしました。さあ、心配そうに見上げますルミ夫人です。お母さん、そしてジュキヤ君。さあ、辰吉がまだスタミナが残っているでしょうか。かなりボディを打たれています。試合は第9ラウンドに入ります。セコンドアウトのホイッスルが鳴らされています。
ラマナレスは第7ラウンドにかなりボディにダメージを食ったように見受けられたんでありますが、しかし猛反撃を展開しております。辰吉どうこうしのんか。また右に来た。ああ苦しいですね。辰吉打たれた。辰吉打たれた。芦田さん、はい、赤コーナーからはこのラウンドに勝負をかけろという指令が飛んでます。聞いてる。はい、自分からクリンチに行った。苦しそうな表情。バッティング、目のあたり痛そうです。辰吉右目の上。辰吉今下がるともっと相手出てきますからね。辰吉は前に出たいですね。苦しいですから、苦しいですけど前に出ることですよ、はい、ここはクリンチでなんとかしのごうという辰吉の作戦です。タイムが取られましてドクターに見せます。んダウンではありません。ダウンではありません。ドクターのチェックを待ちます。目の上が腫れたんでしょうか。ちょっと目をつぶってしまいました辰吉。ちょっと左目気にした感じしましたね、はい、キャリア豊富なリチャード・スティールレフェリーが試合を一旦止めました。藤立コミッションドクターは問題ないというジェスチャーのようです。試合が再開されます。右目の下が赤くなっています。さあ辰吉、辰吉自身がアピールをいたしましてバッティングだというようなジェスチャーを見せました。その後リチャードレフェリーが、スティールレフェリーが止めております。そして試合再開です。ここで弱気になっちゃいけないんですね。辰吉打たれた。辰吉打たれた。顎を打たれた。辰吉打たれた。打たれた。辰吉立っていられない。立っていられない。あっとタオルが投げられました。試合終了。新チャンピオン誕生であります。辰吉敗れました。初防衛に失敗です。残念です。1年ぶりの試合、辰吉ルミ夫人の前で試合を飾ることができませんでした。朦朧としています。辰吉はまだやりたいという表情を見せています。しかしこのラカンドンの意地を見せましたラマナレスの前に敗れ去りました。新チャンピオンタイトルが移動いたしました。恐るべき破壊力です。試合は第9ラウンドに決着がついてしまいました。辰吉の表情まだうつろです。先ほどのバッティングがあるいはちょっと効いていたのかもしれませんね、そうですね。またその目がですね、さえしなきゃいいんですけども、はい、今度は右目でした ね、 ういうね、はい、非常に残念ですね。でもね、第9ラウンド1分19秒テクニカルナックアウトでこのビクトル・ラカンドン・ラバナレスが真の王者に輝きました。認定賞の授与のアナウンスを聞きます。保坂誠コミッショナーです。辰吉です。ラバナレスです。暫定の2文字を取り去りました。自らの力でスタミナでそしてパワーで勝ち取った新チャンピオンのタイトルです。財団法人日本ボクシングコミッション、コミッショナー吉井会長です。心配そうです。はい、セコンドの後ろから吉井会長が自らタオルを投げました。あ、吉井会長でしたか、はい、吉井会長はこれ以上続けたらもうこれからのボクシング生命に関係があると、そういうことで先を考えてタオルを投げたと言っております。なるほど。まだ9戦目の辰吉、辰吉には明日があります。勝利者トロフィーが贈られます。そして主催3社を代表いたしまして読売テレビの西野正夫専務取締役から勝利者賞トロフィーがこのラバナレスに贈られます。ここまでのジャッジペーパーが来ましたが第8ラウンドまで78対73、79対74、79対74、いずれも5ポイント差でラバナレスがリードということなんですね。従いましてそのあたりの読みも吉井会長にはあったと思います。このあと10、11、12、3つのラウンドしかありませんからね。そうですね、まあやっぱり先をですね、見て会長はねこれは正しい処置、ね、はい。残念ながら辰吉が敗者としてリングを降ります。痛々しい右の目です。その辰吉に温かい声援が送られております。ファイティング原田さん、はい、
辰吉まだ9戦目ですからね。そうですね、はい、本当にまだまだこれからですからね、僕らでさえもその場合もやってますからね、はい、痛みを取るまでは、非常にやっぱりこういう経験を生かしてですね、なお一層もっと大きく、ね、羽ばたいてもらいたいなと思いますね。そうですね、はい、浜田剛さんは、はいはい、そうですね、まあ、本当に残念なんですけど、まあ、辰吉はこれからも日本のボクシング界背負って立たなきゃいかん選手ですからね、はい、ですから今日のは一つの経験として、うん、やった方がいいと思うんですね。そうですね、はいはい、ただ今日の、試合なんかだと辰吉誰かが止めないと自分は絶対倒れないですからね。なるほどなるほど。ですから私は吉井会長の判断は正しかったと思います。はい、ご覧のように両肩を抱きかかえられて控え室に戻りました辰吉丈一郎です。それではこの後の情報もコマーシャルを挟んでお伝えいたします。辰吉の控え室はぴったりと閉ざされたままのようでありますので、それではここでリング上でガバナレス選手に船越アナウンサーからインタビューしてもらいます。それでは勝ちました新チャンピオンガバナレス選手です。まず真のチャンピオンになった今の気持ちを聞かせてください。muy contento de esta pelea que la pensaba un poco más fácil pero no fue así. Ya en el noveno round di todo y no le pude noquear y pero como el muchacho no se repuso me ayudó mi condición.非常に満足しています。私はもっと早く終わると思ったんですが9ラウンドに一生懸命やってでそれでもノックアウトすることができなかったんです。大変難しい試合でした。辰吉選手の印象を聞かせてください。que me he enfrentado a un peleador muy fuerte aguanta golpesmuy pesado ya que yo tengo una pegada pesadita pero pues se merece la revancha porque él es muy valiente y su condición estaba hecha para poderme vencer pero no pudo haber visto que yo me estaba ahogando. 非常に強い選手でありました。非常に打たれ強い選手でありました。私は一生懸命やりましたが、最後にですね、辰吉選手から再戦の申し込みあれば受けますか。Pues la pelea sería ya muy difícil y más dura para mí, pero se merece un peleador como él volver a disputar un título. 再戦するにはすごくいい選手だと思います。どうもありがとうございました。おめでとうございました。以上です。放送席どうぞ。今のインタビュー北村千鶴さんに通訳をお願いしましたが、ファイティング原田さん、はい、最終的にキャンバスに辰吉を沈めることができなかった悔しさがありましたね。そうですね、それだけ逆に称えていることにもなるんですけど、そうでしょうね、はい、やっぱり本当にタオルじゃなくて、本当に KO で勝ちたかったんでしょうね。そうでしょうね、やっぱりそこはやっぱり辰吉君もですね、やっぱり頑張ってますよここまでね。そうですね、はい、浜田剛さん、はい、もっと早く終わると思っていたという相当自信を持っていたんでしょうが9ラウンドまで行ってしまったというね、本人は悔しさもあったようです。相当自信はあったんでしょうね、まあ、ただ我々リングサイドを見てる人よりもやった本人が一番力って分かるんですね、うん、ですから辰吉いくら打っても倒れないなというのは本当には肌で感じたでしょうね。そうですね、はい、僕はそれちょっとね気になったのはその前のですね、やっぱりその腹を打たれて吐いたとかなんて言いましたね、うんうん、はい、そこをセコンダー見上げてですね、そこをもう少し僕ちょっと詰めてもらいたかったなという辰吉に攻めさせて欲しかった、うん、そういう感じが欲しかったと思いますね、はい、これが第9ラウンドストップ前タオルが投入される前のラバナレスの猛攻であります。もうここでは立っているのがやっとここで、先ほど一丁田アナウンサーからリポートがありましたようにタオルが吉井会長から投入されました。今後のことを考えて試合をストップした吉井会長の判断、これは英断と言っていいでしょう。普通の選手であればここまで来るまでにもう倒れているでしょうけどね、はい、やっぱりこれタフさっていうのは持ってますよね。橋田さん、はい、タスサイドはですね、はい、控え室の扉をぴったりと閉めまして、全く私どもが中の状態を見ることができないんですが、うん、外でですね、ジュキア君が奥さんのお母さんにですね抱っこされてるんですよ、はい、何にもわからないあどけない顔、それが非常に残念ですね、はい、今ちょっとそのカーテンが開けられました。まあ一丁田さん、はい、先ほど
連れられていく姿を見ましてもね、両肩を抱きかかえられて、はい、完全にこうぶら下がるような感じでしたから、相当ダメージがあったことは間違いありませんね。そうですね、あの2ラウンドぐらい前からですね、コーナーに戻ってくる辰吉の表情が本当にもう弱気の表情になってたんですよ。弱気に、はい、そしてあの大久保トレーナーがですね、一生懸命あのほっぺたを引っ叩きましてね、数を入れる、そんなシーンもあったんですけれども、精神的にも随分あのダメージがあったみたいですね。あ、そうしますと肉体的にまず痛めつけられ、そして精神的に痛めつけられてしまった。それだけこの新チャンピオンのラバナレスの猛攻がすごかったんですね。そうですね、あの目に見えないやっぱりパンチがですね、打ち方があれですけどね、ボディがやっぱり効いてて、ボディから結構顎へ返してましたからね。非常にあの攻撃的には理想的な攻撃だったかなっていう感じなんですけどね。これが大久保トレーナー、そして島田トレーナーが背中を見せております。大久保、島田、西原の3人のトレーナーがこの辰吉を支えてきました。しかし残念ながら辰吉初防衛に失敗しております。それではここで、その勝負を分けた第9ラウンドを振り返ってみることにいたします。ご覧のひげの方は藤立コミッションドクターです。記者に取り囲まれております。町田さん、はい、その藤立先生の話なんですけども、ラバナレスは第7ラウンドにかなりボディにダメージを食ったように見受けられたんでありますが、完全に意識もあるし、後半に勝選手心配はないということです。あ、そうですか。そしてあの目をですね、一やはり気になるので、はい、なるべく早い段階で一度見てもらおうと、なるほど、そういう話をしております、はい、あー苦しいですね。勝選手打たれ た, 打た, れた。これは第9ラウンドです。はい、赤コーナーからはこのラウンドに勝負をかけろという指令が飛んでます。はい、自分からクリンチに行った。これがバッティングだったようにね、辰吉はアピールしたんですね。そうです、辰吉右目の上、辰吉今下がるともっと相手出てきますからね。辰吉は前に出たいですね。右目が一回麻痺してしまって見えなくなってしまったのかもしれません。辰吉の作戦です。そこでリチャード・スティールレフェリーがタイムを取りました。ドクターに見せます。相当痛そうです。ダウンではありません、ダウンではありません。ドクターのチェックを待ちます。まあこれで原田さん、はい、一回こう休む時間があって、ちょっと目をつぶってしまいました。辰吉としては、まあ、私自身はですね、はい、この後その回復をしてダメージを回復させて何としても頑張ってほしかったと内心は思っていたんですが、僕もそう思いましたよ。でもこれも相手も一緒ですからね。休んでる、はい、試合が再開されます。右目の下が赤くなっています。さあこれで運命のタオルの投入を待つことになります。ラバナレスは余裕があります。バッティングだというようなジェスチャーを見せました。その後リチャードレフェリーが、浜田さん、はい、こうしてみますと本当に打たれ強いというのは大きな武器ですね。そうですね、もうあのラバナレスこうやってみんな倒してきてるんですよね。それでも立ってるというのはやっぱりもうあの達人の精神力本能ですよね。結局打たれ強さの差がこの試合の結果になってしまった。そんな今日の WBC 世界バンタム級のタイトルマッチであったかもしれません。1年ぶりの試合、辰吉、残念ながら今日は辰吉、長男の樹也君の前で堂々たる姿を見せることはできませんでした。さあそれでは辰吉の情報はこの後コマーシャルを挟んでお伝えします。まあ